計何回行ってんだ。うちファミリーだけやったらもう4で。なんで閉めたんだけど、かなり締まりが悪かった。寝起きで起こされたからもう首かくんなって。初回でしょ、うん、歌ヘロヘロでしょ。ヘロヘロって。で、2回目って何。うん、2回目だからもう一緒じゃない。あ、クハウスか。あ、クハウスや。マー君誕生日それが。そうやね、2回目でしょ。うん、2回目。で、3回目ユカ。ユカラトじゃない。ユカラト、もう1回ユカ行ってない。いや、1回しか行かんかったっけ、うん。あ、あれはそうかそうか、ごめんね。あの、インスタ載せんな事件しかないから。はい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 。それ3回目でしょ。ちょっと芸能人みたいな。で、4回目がインスタチャーであの時もフェイスブックやな、うん、ほんで、また家族だけ川急で行ったでしょ。あ、川急で行った。あ、ほんであれも、あれ去年か。その後、サナエラと行って行った。ほんで、この間ハーベスト。で、今回7回目くらいか。だから結構そうね、だからやっぱ7年連続ぐらい行ってるから、そのうち半分ぐらい雨。え、でもまあ近年だけだね。近年この3年ぐらいは雨だけど、あとはほぼ去年ね、あれの時、去年はポツリポツリ、まあ、豪雨ではなかったけど、ちょっと心配してたよ多分雨や。でもちょうどあれだよね、あの海に入る、うん、あ、でも結構止んでたよね。海の時も晴れてたし、晴れてた。で、夜ホテル入ってからも結構ベランダいたし、晴れてたくない。だったっけな。あのペスカトーレ食べた時にちょっとポツリポツリ。ああ、もう2日目のあの時のすげえ雨。なんかだって車に避難したぐらいに雨みたいな。あれの印象があるけど、まあ1日目はセーフやったと思う。車に避難するでしょ。こんなところにいたんよ。そうだね。何にも。プチパンケーキ単品一つと、ソーセージマフィン単品一つと、ソーセージマフィンのセット二つ、あ、ハッシュドポテト。あ、何？あとクーポンの532一つ。で、飲み物がアイスのカフェラテ。お疲れ様ですか。はい。以上。以上です。ご注文画面の内容で間違いないですか。合ってね。はい、合ってます。ありがとうございます。会計1060円で、はい、はい。1060円でございます。クレジットでよろしいですか。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう見て。
最近口がないねん。理由が雨止んだんかい。雨止んだんかい。うん、ハムの前はしなんか。歯磨きしすぎちゃう。歯ブラシで傷んでる。
ことで、なんもなんも、大丈夫、大丈夫みたいな。なんもなんも。なんもなんも。なんか、伸び先生とかみたいな。なんか、新宿さんが来て忙しくない。なんもなんも。
店員さんに聞いてみる。いや、わかんないよ。Thank you.